雷影殿の呼びかけにより今ここに五影が集った。この場を預かる三船と申す。これより五影会談を始める。時間が惜しい。まずはわしがお前らを召集した理由を話す。わしがお前らを召集した理由、それはいい加減お前らの真偽を問うためだ。またいきなりじゃぜ、雷影。真偽とは大げさなものいいじゃな。しらじらしいこと言うな、土影。お前が一番怪しいんだぞ。なんじゃと。木の葉、岩、砂、霧、お前らの里の抜け人で構成されとるのが暁だ。しかもお前らの中には暁を利用してきた者がおることも調べがついておる。利用？利用とはどういうことだ。風影のくせに何も知らされてないのか。お前らはかつて暁を利用してきたのだぞ。今や大国は一様に安定してきた。軍拡から軍縮へと移行しとる。じゃがそれには当然リスクがつきまとう。突然戦争になったら誰が戦う。そのリスクを回避する一つの方法が戦闘傭兵集団暁だったということか。奴らは安い金で戦争を請け負い、その上。ここまで来たので正直に言います。実は先代の四代目水影は何者かに操られていたのではないかという疑いがありました。それが暁の可能性もあった。だから霧隠れとしてはそれを公にするわけにはいかず。やはりお前のところもか。全くどいつもこいつも立場のことで言い争う前に一つ、この場にいる皆に伝えたいことがある。なんだ。暁のリーダーはおそらく内葉マダラだ。何？わしにもまだよくわからんが、確かな情報だ。いや、まさか本物の化け物だったとはの。中立国の立場から言わせていただこう。こうして五影が全員揃うこともめったにあることではない。どうであろう、暁を処理するまでの間、世界初の五大隠れ里忍び連合軍を作ってみては。連合軍だと。良い案だ。今は非常事態に等しい。協力こそが必要だ。わしも別に構わんぜ。だが問題は連合軍の権限を誰に託すかじゃが。あなた方だけでは揉め事になる。それゆえ拙者から提案させていただこう。人中力が木の葉の九尾だけとなった今、それをどう導くかが鍵となる。そしてそれぞれの性格、年齢、諸国への顔の聞き方を含めて判断した結果、拙者としては木陰に忍び連合軍の体験を任せてはいかがかと思う。なんだと。嘘だ。そんなのデタラメだ。そんな、まさか。嘘ではない。これこそ内杯たちの真実。奴はサスケのため、この葉のために死んだ。どういうことだ。それがもし真実だとして、それを知ったサスケはなぜこの葉に戻ってこない。サスケの死としてサスケの本心を分かっているつもりだろうが、とんだお門違いだ。本物だ。本物の復讐者だよ、彼は。なんでだってばよ。なんであいつが。どうしてこんなことになっちまう。どうして復讐に向かっちまう。仕方ないのさ。それが血塗られた内葉の憎しみの運命。遥か昔、忍びの祖陸道仙人の時代から続く憎しみ。かつて陸道仙人には二人の子供がいた。共に修行し共に成長した二人だったが、
彼らの平和に対する思想は二つに分かれた。兄は平和には力が必要だと悟り、弟は平和には愛が必要だと悟った。そして陸道仙人の後継者を選ぶ際、仙人は愛を求めた弟を指名したのだ。この決定に怒った兄は弟を憎み、争いを仕掛けた。時が経ち、血が薄れても二人の子孫は争い続けた。兄の子孫は後に内派と呼ばれ、弟の子孫は後に千住と呼ばれるようになる。千住、つまりは初代火影の一族か。そうだ。俺は初代火影である千住柱間と幾度も幾度も拳を合わせた。渦巻きなると、お前の中にはあの千住の火の意志が宿っているのがわかる。千住と内葉、火の意志と憎しみ、ナルトとサスケ、お前たち二人は運命に選ばれた次の二人になるだろう。サスケは内葉の憎しみを全て背負い、その憎しみの呪いを世界へぶつけるつもりだ。最も強い武器であり、友であり、力である憎しみ、それがサスケの人道なのだ。お前はいずれサスケと戦うことになるだろう。いや、俺がお前にサスケをぶつける。長きにわたる因縁の戦い、内葉の存在をサスケに証明させるためにな。サスケはお前のおもちゃじゃねえ。勝手なこと言ってんな。くだらないその証明が目的なら、なぜ美女を集める。お前の目的は一体何だ。何が望みなんだ。そうだな、強いて反対になることか。どういうことだ。お前らに話してもあまり意味がない。もっと効果的な場で話す。お前らとの会話楽しかったよ。じゃあな。先輩。なぜだ。なぜこいつに忍び連合の体験を任す。こいつは忍びの闇の代名詞がつく男だぞ。これは中立の立場から冷静な判断で提案しているだけでござる。私でよければその任を受け負うつもりだ。ふざけるな。そのようなこと誰が。ちょっと待っていただきたい。火影殿、その包帯の下の右目を見せていただけませんか。青、火影様の包帯の下とはどういうことなのです。どうにもこれまでの流れが釈然とせず、勝手ながら火影殿に対し私の白眼を使わせてもらいました。するとそこに見えたのは、遥か昔戦ったことのある内葉止水のシャリンガン。止水の道術はあたかも己の意志であるかのように疑似体験させる術だった。おかげ、お前まさか御船を術にかけ、ことが有利に運ぶよう仕向けたのか。他の方々を騙すことはできても、私の白眼はごまかせませんよ。おかげ殿。貴様、ハーノー。次から次へと。なんだ、内葉サスケが侵入してるよ。さてどこに隠れているんでしょうか。みんなでサスケを探してみよう。おなんだと。サスケ、
なぜあいつが。それじゃゲーム開始。誰が一番最初に会えるかな。飛んで火にいる夏の虫とはまさにこのこと。ガルイ C。 はっ。 B の仇を取る。行くぞ。この階段も面白くなりそうじゃぜ。青殿、火影の動術がまだ継続中か確認していただきたい。いや、今は経絡系のチャクラの流れも穏やかだ。術は解けている。火影殿、信用を欠いてしまったな。こんな手を使わずともあなたに決めたやもしれぬのに。やもしれぬでは困るのだ。わしは忍びの世界を守るためにどんな手でも使うつもりだ。話し合いでこの世界が一つになることはない。時間をかけて道徳的にやっていては何も変わらん。理想を実現するには時間がかかるもんじゃぜ。よかれと思っても結果不信を生み、わだかまりを生み、憎しみを生む。団蔵、今はお前の言っていることすら信用できん。信用があろうとなかろうと結果は必要だ。それが世界、それが人間だとするなら未来はないな。分かち合うこと、信じること、それをやめたら世界に残るのは恐怖だけだ。道徳を考慮しないやり方や諦めは今の俺にとって受け入れがたいものになった。難しいことを簡単に言うな。里を治めることをまだ何も知らぬガキが。今のうちに聞きたいことがあったら何でも質問しろ。先輩として何でも答えよう。のう、団蔵。だと。なら、一つだけ問う。おお、何でも答えてやるぞ、若造。あんたたちはいつ、己を捨てた？ん？さて、ガラ、俺たちはどうする？前の奪回任務では木ノ葉に協力したが、今は暁に成り下がった輩だぞ。うちや、サスケか。階段上に侵入したはいいが、あいつ、また様子を見てくるって出てったっきり戻ってこねえぞ。ええ、今度こそ僕らを置いて帰っちゃったんじゃない？こちらにはいないぞ、奥を探せ。うちはサスケを絶対に逃がすな。おう、おや、あれ、なんかバレちゃってるみたいだね。今度も外れたな、水月。あいつはただ置いて帰ったわけじゃないようだ。こっちの方が立ち悪いけどね。あの野郎、うちらを裏切りやがったな。行くぞ。おい、サスケ。目標はあくまで断層、その邪魔をするなら切り伏せるだけだ。どうした、カリン。なんだね、今の感覚。体の底から震えが。サスケ、お前。
このバカでかいチャクラは来るぞ。派手な登場だね、まったく。小僧、憤怒の恐怖を教えてやる。おっと、なんかすごい怒ってるんだけど。こいつらは雲隠れの常人、真ん中のでかいのは雷影だ。簡単には通してもらえない。そういえばカリンはさっきの衝撃を利用してうまく隠れたようだ。逃げ足だけは早いよね。まあいいけど、そうしてもらった方が思いっきり暴れられるし。我が弟 B の仇、この雷影自らが取ってくれる。戦闘開始。完膚なき敗北を味わうがいい。俺の邪魔をするな。さっさと消えろ。雷神様、傷を負ったのなら俺が回復します。今は徹底的に攻めるのみ。僕がやろうか。準備完了だ。そろそろ終わらせる。あなたには決して倒れん。僕がやろうか。なんか雰囲気がおかしくない。もうこれだけ俺たちでフォローするんだ。どんな勝負あり。手応えがない。こいつ